渡辺秀遥は、広島県広島市西本浦町出身の宮司。元サッカー選手、指導者。日本姫神社実家は、広島市の黄金山に面した、日本姫神社。国学院大学出身というサッカー。日本代表の歴代選手を見渡しても、異色の経歴は、神社の神主だからである。広島二の島中学教諭時代に、日本代表に選出され、 1954年のワールドカップスイス大会予選と第2回アジア競技大会の国際 A マッチ2試合に先発出場した。体格も良くゴールキーパーとして安定したプレーを見せ名ゴールキーパーと謳われた。視力が悪かったためメガネをかけてプレーした。当時チームでのニックネームはやはりカンヌシだったという。指導者としても活動しており、 山陽高校監督として1967年、同校全国高校選手権優勝に導いた。父親も教師で中条和夫の広島市中時代の担任だった。秀丸の実定、貞彦は中条の同級。秀丸自身も1943年広島市中卒、同年度卒に平田義蔵章野直美などがいる。 1944年国学院大学に進学。同年9月、軍に入園し、翌1945年7月まで広島で、教練を受けた後、講師幹部候補生として、中部軍管区教育隊のあった京都府福知山市に移ったため、8月6日の原爆投下には会わなかった。福音後に、国学院大学を卒業し実家の二ホ姫神社で、管主の仕事をした。 その傍ら、広島二之島中学で教員として勤務した。二之島中サッカー部では、実定、貞彦と共にサッカー指導を行う。この二之島中教師時代、30前後で日本代表に選出されるが、これは地元の青年団チームや全広島などの選抜チームでサッカーを続けていたため、全広島は下村幸男、小畑実る、 ゼニムラケンジラ東洋工業の選手や福原はじむさんも参加した協力チームで1951年来日したスウェーデンのプロチームヘルシンボリーフとも対戦、渡辺はこの試合にも出場した。ヘルシンボリは日本代表とも2試合対戦しており、渡辺は試合出場はなかったが日本代表に名を連ねた。1954年の ワールドカップスイス大会予選とアジア大会で村岡博人とポジションを争って各1試合ずつプレーした。他に CE マッチに試合の出場がある。その後、中国電力に勤務する。中電勤務時代に社の知人の息子が山陽高等学校のサッカー部にいたことから同校のコーチを始めた。これが講じて1955年。 山陽校の漢文の教師となり、サッカー部長兼監督となる。官主と教師の二足のわらじを履くため、試合が終わるとすぐに遺憾装束に身を固め仕事場に飛ぶこともあった。鉄拳制裁で恐れられ、生徒に神に使える官主とは思えない、荒帽子か天狗の間違いではないかと噂されるユニークな教師だったという。こうした厳しい指導で、 山陽高大附属高校、国体寺高校、修道高校の広島の高校サッカー後三谷に対抗する強豪に育て上げ1955年、全国高校選手権初出場、1967年には監督として全国高校選手権初優勝に導いた。当時の教え子である大石信之、宮本照樹、上久を国枝剛、河野和久らは後に、 日本代表となった。教え子の多くが、八幡製鉄サッカー部に進んだのは、八幡の監督、寺西忠明が、渡辺の広島一中の一年後輩にあたり、旧知の間柄だったため、その後もオール、中国高校選抜の監督などを務め、広島県サッカー協会の重鎮幹部として活躍。1972年、英大産業。 深尾茂社長の肝入りで山口県平尾町に創部された英大産業サッカー部のチーム作りに協力。日本サッカーリーグに所属した名古屋総合、銀行サッカー部の広島出身選手の後見人だった関係でキュー部となった瞑想銀選手の英大への大量移籍を手引きした。これは当時の新聞も大きく報じた。 英大産業は、大久保健ら名創銀から、選手加入で、チーム力が著しくアップ。総部初年度で、前代未聞の日本サッカーリーグ2部入り、2年目一部、昇格。この後加えた、ブラジル人トリオの活躍もあって1974年、総部3年で天皇杯決勝に進出という異業を、達成した。その後、実家の二ホ姫神社の宮司に専念した。当神社は、 広島原爆に耐えた被爆建物して、著名だったが、2007年に不審火で消失している。その後2010年に再建された。また晩年は、母校広島国大寺高校サッカー部 OB 会である、小井城集球団会長を務め、同サッカー部総部100周年事業を展開していた。2011年10月12日午前2時8分、水臓癌のため、広島市内の病院で死去。 87歳坊津。二ノ島中学にサッカーを持ち込んだのは、実定、サダヒコで、1951年二ノ島中学に、赴任したサダヒコが1954年正式にサッカー部を創設したもの。ありがとうございます。